まだ準備できとらんのか。早しな、病院遅れるで。分かってる、急いでやってるから。9時に出るって言ってたの間に合わんやないか。だから、なんで最初から計画的に動かんかな。昔からあんたそういうとこあんで。辛いの分かるけど、私の当たんなくてもいいじゃん。母ちゃん聞いとんのか。早し、もっともきた。そういうな、バッテン一番ないな。なんや。さとしわかるか。ああ、わかるね。いそいでる。はよせえや。終わったの？もう半分やったで。ダメでしょ、半分じゃ。僕は固めやから半分でええねん。行ってきます。サトシ。はい。幼少期に視力を失いながらも天真爛漫に育ったサトシ。お母ちゃん、今日えらい綺麗やな。やめて、化粧落ちちゃう。朝一人で起きるのよ。お菓子食べ過ぎないこと、掃除もちゃんとやらないと。お母ちゃん、僕には耳がある。だから大丈夫や。あ、なんや急に。お前最近さ、たまに返事しないときある。あんた、耳の調子悪いの？耳、もうダメかもしれません。耳がダメになったら、会話もろくにできん。私、何もしてやる。これでも母親なのかな。指点字なら読める。これならわかるわ。お母ちゃん、ありがとう。母と息子が見出していく奇跡のような未来。僕は考えることができる。言葉がある。僕がこういう状態になったのは、こういう僕じゃないとできないことがあるからちゃうやろか。家族やろ。私たち、あの子にたくさん教えられてきたんだね。実話に基づく真摯で温かな人間賛歌。桜色の風が咲く。